ミスターです。はい。よろしくお願いします。これはハーレーですよね。はい。70年代ですね。はい。選ぶときにこだわりってあるんですか？気に入ったもので、まあプリントでサイズですよね。サイズが合ってるかどうか。まあもちろんだからちょっとピタピタでも僕着るし、はい、ちょっとダボっとしてても着るし、他のバランスで合わせて、はい、スカルトクもですね。このやっぱ70年代ですよね。ヴィンテージローハンって結構このぐらいの値段、もうこれなんてすげえ汚いけど黄ばんでますよね、軽く。ああ、そうですよね。でもそういうのも僕別に関係ないんで、はい、うん、じゃないと着れないですよね。大体でも今の若い子こんな汚い子着ないですよね。最高かっこいいですよね。 T シャツで新品って買えることあるんですか？ないですね。もらうことはもちろんあるけど、僕は91年に古着屋始めた時に、はい、やっぱりヴィンテージって言ったらやっぱ70年代までだったわけですよ、はい、今だってもう90年代がヴィンテージになってるわけじゃないですか。 それこそ僕が90年代アメリカ買い付け行ってる時はもうそこで買ったものが全部ヴィンテージになってるわけで、あ、そうですよね、うん、プリントが良ければ別に2000年代超えても買うものも買うし、買う時もあるし、ただなんていうのかな、なんか新品の T シャツ僕なんかそれは別にこだわりとかじゃなくて、はい、なんかそそらんないんですよね。うん、古着の T シャツやっぱりあー見つけたみたいな感じになっちゃうんですか。あ、はい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 、だって新品の T シャツ別にそういうのないじゃないですか。まあ売ってますからね。うん、ヴィンテージってもう探しててうわなんだこれかっこいいとか、そこじゃないですかやっぱ。 それでずっと僕は10代から育ってきてるっていうか、であとは自分でアメリカ買い付け行くようになっても、はい、自分のものもそうだし、仕入れるも、まあ、すげえ大量に買ってましたから90年代古着メインでやってたんで、はい、これもそんなに古くないんですよ。多分これ80s とかそのぐらいだと思うんですけどね。この前休みの前の日にそのダチンチでクイーンの追悼ライブみたいの見てて、そしたらあのガンズが出てきて、でアクセルがしてるの久々見たらかっこいいなと思って、それで巻いてきただけです。久々巻きてえなー、あ、この撮影の時巻こうと思ってこれ出してきたんです。アクセルのまんま真似したって似合うわけないわけで、うん、そんな、あ、でもこれバンダナやっぱかっこいいなと思ってこう言いつけるとか、はい、そういうの面白いじゃないですか、はい、皆さん、なんかお知らせある人はお知らせだったりとかして、なんか一言いただけるんですか？いや、ないです。そうそう